初めてのサーキット、気持ちいい。僕ら世代ね、絶対ねこれ体験すべきですよね。そうなんだよ。面白いぞ。ね、でかい。右コーナーですね。ゆるーく右コーナーで直線。この後あれですよ、佐藤さんとお兄さんと自分の運転で行っていただきますから。そりゃそうでしょ。いいかな。何がいいですね。何しに来たの。多分ご心配だと思うんで土上げつけますんで大丈夫ですよ。なんかセットでみたいな、なんか通販みたいになってますけど。だけどほらその道を聞かないと分かんないもんですよね。野球もそうだけど全部そうなんですよ。聞いたらさ、やっぱり体調面から食事面ね。でもそうやって言って毎晩ロビーで遊んでますけどね。土屋さん、あんたは変だ。いやいや、MEM 社あんま変って言わないですよ。じゃあ行きましょう。もう行きましょう。大人の楽しみとしてサーキット覚えたいんで、ぜひちょっとお願いします。お願いします。新たな趣味として。はい。じゃあ土屋さん横に乗ってあげてください。オッケー。じゃあちょっと行ってきます。はい。これ行ってきます。行きましょう。行ってらっしゃい。チェイさん面白い。行ってらっしゃい。これ3速入れるんですか、本番は。あ、このストレートの3速入る。で、これ2速落とすんですか。まだ早いよね。まだ早い。で、ここで2速だよね。ここで2速。で、ハンドル切ってアクセルじわーっと入れてく全開。まだでしょ。まだ。ああ、回転上がってからでしょ。怖いから。だってイベントね。いいよ。あ、どうすんの？ちょっとはい、クリップついてイン側で外側にはらんでいく。はい、いい感じ。踏む。これスピンしないですか？しない。ブレーキターンイン、アクセルじわーっと入れる。はい。うわ、楽しい。そう。はい、アクセルワーク。はい、アクセルワーク。はい、全開。ごめんだけど。はい、ブレーキ。はい、ターンイン。アクセルじわー。ああ、面白い。はい、アクセルじわー入れてくる。はい、全開。全開。怖え。はい、全開。はい、3速。はい。全開。はい、ブレーキ2速。はい、2速。ハンドル切って、アクセルじわー入れる。全開。面白いぞ。ね、全開。はい、ハンドル切る。アクセルじわー全開。面白いですね。全開。はい、全開。はい、ブレーキ。はい、離す。ハンドル切る。アクセルじわー。わかりやすい。全開。わかりやすい。ありがとうございます。おもろい。はい、アクセルワーク。はい。これブレーキいらない。はい、いらない。アクセルワーク。はい、全開。はい、全開。はい、ブレーキ。はい、ハンドル切る。アクセルじわー。全開。おもろ。面白いぞ。いかがでした？初めてのサーキット。気持ちいい。いや、お気持ちよかったです。面白かったです。俺さ、結構楽しいです。絶対楽しいから。本当に。どうでした、佐藤さんの走り。素直に応じるから。ブレーキ、全開、アクセル、ハーフ。素直に応じるから。ちゃんとできてるの。いいっすね。細かく言って、ここでアクセル、ブレーキ、コース取り全部教えてくれるんで。いや、楽しかった。意外、面白かったです。次は大仁田さん。土屋さんにゲロ吐く。行きましょう。突っ込んじゃダメですよ。行きましょう。はい。うわ、行ったけど早くねえすか。おい、いきなりちょっと早くないですか。超安全運転してほしい。むしろ。めっちゃ速いですよこの車。これは。いいコーナーです。ヘアピンです。これちょっと踏み込んじゃうんですよね。ぐしゃっていっちゃうんですよね。そう。はい。あ、よかったです。いい感じ。はい。で、直線で左コーナー、ヘアピン。これでまだ。はい。まずはね、1周目はね、温めて。そう。はい。で、まっすぐ。で、次右のヘアピン。インで回るんですか。インで回る。外からインに切り込む。外から逃げる。そうそうそう。で外に逃げる。外に逃げて、外からビビってないですか、森田さん。ちょっとね、なんかこうだからこの行動かってぐらいな感じですね。次民行だから左の乗り方すごい優しいですもん。外から。なんですかこの優しい運転は。ファイヤーしてください、ファイヤー。ファイヤーしましょうよ、森田さん。あ、来た。来たか。お、来た。うわ、入れてる、入れてる。そうそうそう。ちょっと弱気じゃない。あれ、あれ、あれ。左に寄せる。あれ、今日まだ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 はい。で切り込む、インに入る、インに入る。アクセルします。優しい。でかい。でかい強い男が優しい。左に寄る、外に出る、左にのが攻めてました。そう。いやそうですね。ジジのが攻めてました。行く行く行く。攻めよ。ブレーキ。ここも結構角度変えて決めれますからね。切る、インに入る。うわー、優しい。じわっと入れてく、入れてく。はい。で左に寄る。ハンドル切る、はい、アクセルじわっと入れて外に寄る、そこからインに入る、まあ、アクセルワーク左に寄る、だからこういう優しい走りもできるんですよ、じじいさんから。そうか、切ってインに入る、アクセル全開、はい、で右側に緩くいって、ここから全開。でっかい、はい、ブレーキ、ハンドル切る、そう、アクセルじわっと入れる、外に行く、はい、いい感じ、アクセル踏む、全開、ブレーキ、離してハンドル切る、からアクセルじわっと入れる、はい、アクセル踏む、はい、いい感じ、左からインに入る、右のインに入る、そう、アクセル入れる、外からインに入る、そう、はい、アクセルワーク左、そこから左入って、まだ止めないでしょ、だんだんうまくなってきてるじゃないよ、いい感じ、めっちゃ楽しいんですよ。じわーっと入れてく。はい、全開。いい感じ。はい、いいブレーキ。離す。ハンドル切る。OK 出て。じゃあ、これゆっくり行きましょう。いや、面白いでしょ？いや、面白いですね。面白いんですよ。こんなのと思わなかったんですよ。いや、素晴らしいですわ。車もすごいでしょ。ねえ、ほんと車もすごい。で、そっちです。車もほんとすごい。バッチリです。車も良かったんじゃない？使うんじゃないこれ。いや、めちゃいいですよ。いい感じ。よっしゃー！おー！降りた！いや嬉しくないけど最高だ。最高ですね。楽しかった。後半ちゃんとアクセル踏んでる。いやめちゃくちゃ。いやこんなのと思わなかった。楽しいでしょ。楽しいですね。いやちょっともうね。ぜひ。僕ら世代ね、絶対ねこれ体験すべきですよね。そうなんだよね。全然帰ってこないから、これは実は楽しんでる。楽しんでる。いや、だってだんだんアクセルが踏むようになってきたもん。最初ね、怖かったんだ。そうなんですか。めちゃくちゃバカにしてますよ。してない。全然してるわけないでしょ。だけど素晴らしい車ですよこれ。ね、車すげえ。すごい。乗り心地どうですか。乗り心地も良かったです。いや最高ですよ。立ってね。アクセル踏んだら、うわ、早いですからね。大手さんどうですか、30万いけんじゃないですか。30万。どうします？貯金を下ろさない。ちょっと真剣に突っ込まれるかと思ったらちょっと真剣に考えてた。現実的に。でもいかがでした土屋さん、小宮さん、今日このサーキットを楽しみたい大人たち。もうやっぱこの佐藤さんは前回俺の横に乗ってるじゃない。分際で。だからなんとなくはスピード感はある。だから。そこら辺はあんまり心配いらなかったんです。はい、恩田さんは、ええ、もう最初ビリビリでいや、そんな、いや最初不明全開って言っても全開にしないんだよ。恩田さんもうね、らしくないですね。らしくない。僕ねやっぱレーサーなれないすごいもん。いやでもさ、後半はちゃんとアクセル踏んで、いやいや教えてもらったら的確なんだよ。お前みたいに「いや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 」言うのって違うんだよ。ちゃんと言いました。お前は「いやいやいや」言うだけだろ。お前本当に的確に教えてくれるんですよ。ここで「踏め」って言われたら本当にねくるっと回るんですよ。でアウトからインに入って、いや素晴らしいですね。いやなんかスキッとしましたね。素晴らしい。ちょっとね試合でモヤモヤしてたんですよ。あ、そうなんですね。だっておられるでしょ。僕大動脈の手術した後に1週間でリング上がって、今度は手は折られるわ、もう大変だったんですよ。それがねスキッとなりましたね。よかったです。じゃあどうせ最後なんでね、いっときますか。あ、よろしく。せーの、ファイヤー！ありがとうございました。ありがとうございました。高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。